はい、どうもプレスの T です。今日はですね、中高一貫の強みってところでお話していこうと思います。まあね、受験とかを考えるときに中高一貫って結構有利だよみたいな話って聞きませんか？やっぱ私立とかの進学校みたいな超進学校って言われるようなところだったら、やっぱり中高一貫っていう形式を取っている場合って結構多くて、でそういったところの強みっていうのはやっぱあったりするわけですよね。でもさ、よくよく考えてみたら、なんで強いんだろうって思いません？私立だったら強いって言った時に、これは説明になってませんよね。なんで私立だったら強いのっていう話ですよ。っていうところで、今日はその強み、なんで強いのかっていうのについてちょっと考えて、実際にじゃあ公立とかの普通の高校に通っている人、どうやったら逆転できるのかっていうところを見ていこうと思います。じゃあまずですね、一般的にどういうこと言われてるかって話なんですけど、これはですね、カリキュラムですね。中高一貫はカリキュラムがすごいから、やっぱり大学進学とかね、そういうのがしやすいんだとか、あるいはその自分の能力っていうのがすごく伸びるんだとかっていうふうに思われてるんですけど、これってね、ぶっちゃけ説明になってませんよね。いろいろとなんかこんなカリキュラムをやってて、例えばアクティブラーニングがどうだとかね、あるいは ICT 教育がとかみたいなことでいろいろ言ってるんですけど、これぶっちゃけ関係ないですよ。これね、まあ僕のところも私立の子いるんで、まあそのいろいろと話は聞くんですけど、確かにね、いろいろ進んでるのは進んでるんで間違いないんですよ。ただそれが別に個人的に伸びるかどうかっていうのは僕あんま関係ないなっていうふうに思うんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、別にそういったところって学校で習わなくても自分で勉強してやってる子っていうのは公立でも勉強してるんですよ。でじゃあなんでそんな風になるかって言った時に、まあ、これはね、理由が2つほどあるんですよね。受験が強いっていうふうなところで考えた時に、それをちょっとね話していこうかなと思います。じゃあまず1つ目なんですけど、これは受験経験ですね。いや待てよと、俺だって高校入るときに受験してるけどって思うかもしれないですけど、そっちではなくて中学校受験、いわゆる中受ってやつですね、これを経験してるかどうかっていう差ですよ。やっぱりね、ここの差ってすごくでかいんですよね。っていうのもですね、やっぱり高校から大学に入るときの受験と中学校から高校に入るときの受験って空気感結構似てるんですよ。やるようなことってほぼ一緒なんですね。ところがこの小学校から中学校に行く受験、あるいはですね、まあ、小学校に入る時の受験もそうですけど、ここでやる勉強って少し違うんですね。まあ、イメージ感で言うと、どちらかというと論理的に考えるのが、まあ高校から大学に行くような受験、あるいは中学校から高校に行くような受験なんですよ。そうではなくて、小学校から中学校に入るようなところってもう少しアイディア重視というか、ひらめきみたいなのを重視するような受験になってたりとかするんですね。でまあ、もちろんね、暗記とかするような内容とかもすごくもっと一般的なところ、ベースの知識みたいなところを問うところが非常に多くて、なんかすごくね、細かいところとかまで覚えたりするんですよ。なんか暗記ゲームみたいな感じですね。でここのところっていうのをやっておくとですね、何が強いかって言った時に、結局別の視点を持ってるってことになるんですね。やっぱり高校の受験っていうのを考えた時にすごく論理的に考えますよね。でこの論理的に考えるっていうのはそれはそれでいいんですけれどもね、結局大学受験の時に使うのと同じような脳みそしか使ってないってことになるんですよ。それとは別の考え方をしている、やっぱり中受とかをやってる人っていうのは、いわば別の視覚から角度からですね、問題を見ることができるようになるから、やっぱりね、問題解く時の発想とかっていうのは全然変わってくるんですね。なのでそこの部分でまず差がついているのが一つ。じゃあ次、二つ目なんですけど、これはですね、進度ですね。とにかく中高一貫っていうのは進度が早い。まあそれは当たり前の話で、中学校は中学校、高校は高校っていうことで、やることが未だになんだかんで完全に分離されてる状況ですよね。そうなってくると、いちいちね、その連結する部分のところで結構ぐちゃぐちゃしたりとか、やっぱり中学校だから高校の内容はみたいなところでセーブがかかっちゃうんですね、普通の場合。ところが中高一貫の場合はそんなん関係ないじゃないですか。もう結局高校の内容が終わればいいっていう最終的なもう命題決まってますから、そこに向けてダーッと一気に進めばいいわけな話ですよね。で中高一貫とかで考えると、だいたい高2ぐらいでは全ての内容って終わるんですね。ところがさ、普通の高校とかに行ってる人って終わらないんですよね。学校は終わるから大丈夫みたいなことやってますけど、まあね、特に理科社会とかひどいですよね。なんだかんだでさ、3年の12月とかまでかかるわけですよ。こんなんでさ、勝てるかっていう話で、勝てるわけないですよね。基本的に中高一貫に行っている人っていうのは、イメージ感として一浪してると思ってください。やっぱ浪人生って強いじゃないですか。それは何かっていうと、一回全範囲をやって演習っていうのを丸々1年間やってるから強いんですよ。それと同じ状況に中高一貫の人っていうのはなるんですよね。それは当然受験とかになった時に強いですよね。当たり前じゃないですか。っていうところで、この理屈っていう1個目の理由と2個目の理由、この2つがあるからこそ、中高一貫に行ってる人っていうのはやっぱり受験っていうのが圧倒的に有利になるわけですね。
さて、じゃあここからが本題なんですけど、中高一貫行ってない人、これがどういうふうに対処していくかって話ですね。受験ってなると結局中高一貫に行ってようが普通の高校に行ってようが同じ土俵で戦わないといけませんよね。でそうなった時に圧倒的に不利だっていうのは先ほどの話からなんとなくわかると思うんですけど、そんなん座して死を待つわけにもいかないじゃないですか。っていうところでどういうふうにやっていくかって話なんですけど、これは非常にシンプルで中高一貫と同じようなことすればいいんですよ。どういうことか。まず1個目、中耳をしてるから強いって言いましたよね。で、中耳がなんで強いかっていうと、それはですね、見方が違う、別の目線っていうのを持っているから問題を解くときに幅が広がってですね、やっぱり問題解くときのアプローチが増えて強くなるんだって話ありましたけど、これを真似ればいいんですよ。これどういうことかっていうとですね、しっかりと本を読みましょうって話ですね。別にこれは新聞とかでも一緒。とにかくね、自分の視野っていうのを広げれば結局同じ土俵に立つことってできるんですよ。なんだかんだでね、中耳とかで、見てるような問題、特に例えば社会とかでもそうなんですけど、見ているとどんな問題が出るかっていうとですね、例えば県別のなんかデータとかね、いろいろ見たりとか、世界情勢がどうとかみたいな時事問題とかね、割と直近の話とかも聞かれたりとかするんですよ。で、ああいう風な問題の対策を一回やっている人っていうのは、やっぱりなんだかんだで新聞とかああいうのを見ておこうとかっていう習慣が多から少なからついてるんですよね。でそういったことに一回身についていると、いろんなところにアンテナを張るっていう癖がついてるから、あ、なるほど、これってこういうところと結びつくよねみたいなところで、こうリンクをうまくする力っていうのがついてるんですね。でこの力っていうのがやはり問題を解く上では非常に重要になってくるんですけど、それって別に普通に新聞を読んだりとか本を読んだりとかっていうところで、勉強以外の勉強っていうところをやっていれば結局自然とついてくるんですね。確かに面倒だなっていうふうに思うのはわかるんですけれども、これは鍛えないとしょうがない話ですよね。でも簡単に身につく話でもあるんですよ。先ほど言ったように単純に本を読むとか新聞を読むとか、それこそテレビのニュースを見るとかでもいいですよ。こういったところで勉強以外の勉強っていうのをしっかりとやってほしいんですね。これで1個目の対策は十分に可能です。じゃあ2つ目の進路についてなんですけど、これもね、割と簡単に対処っていうのは可能なんですね。っていうのもですね、そもそも普通の高校で習うあの内容ってかなり薄く引き伸ばしてるんですよ。っていうのも高校っていうのはですね、やっぱり3年間で1年生の時はこれ、2年生の時はこれみたいな、ちゃんとカリキュラムっていうのが一応決まってるんですよ。だからそれをその学年でやらなきゃいけないっていう謎ルールがあるので、どうしてもね、薄く引き伸ばしてしまうっていう傾向にあるんですね。だってギチギチに詰めてしまったらさ、万が一それこそ今回とか休校とかありましたけど、何かしらの事態があって思うように進まなかったとかになったら、それを詰むじゃないですか。だからこそかなり余裕を持ってるんですね。でそこのところっていうのをしっかりと把握しておかないと、いや、なんかあんな膨大な量っていうのを先に自分で進めるのは無理だって思っちゃうんですね。しかもですね、やっぱりね、日本の受験業界ってかなり進んでいて、すごくね、いい参考書とかっていっぱい市中に出回ってるんですよ。だからそういった参考書とかを使ってざっと読んでしまう。で、あれを一回一通り読んでしまえば、あ、なるほど、意外とやってることって大したことないんだなと、量的に大したことないんだなっていうのがすぐつかめると思うんですね。で、そういう風にやって自分でどんどん先に進む。で、これも進むことってのは可能です。だからこそ、皆さんにはですね、しっかりと先のことを見据えて準備っていうのをしてほしいんです。それこそ今高校2年生だったらよく受験ゼロ学期とかって言われてると思うんですけど、このタイミングでですね、一気に進める分っていうのはダーッと進んでしまったらいいと思いますよ。別にその完璧に極めるっていうよりも、とりあえず全分野見ておくね、ここまでやったら受験っていうのが大丈夫なんだっていうお尻をちゃんと見とこうと。やっぱりね、3年生になって一番不安になるの何かって皆さんイメージつきますか？これはね、中高一貫の人には全くない関係ではあるんですけども、これはね、終わりが見えないっていう話なんですよ。終わりが見えないからやっぱりね、不安になるんですね。なんか中高一貫の人とかってもう全部終わってるって聞くけど、自分たちはまだ終わってない、一体どこまでかかるんだみたいなね。で、こういう風になってくると、だんだんいろんな変な不安とかが増えてくると、目先の勉強っていうのに集中できないっていう状況になって、勉強はしているけどなかなか伸びないとかっていう状況にもなるわけですよ。だから余裕がある時にざっと全範囲見ておいて、あ、なるほどと、ここまでやっておけば少なくとも大学入試っていう意味では OK なんだなと、それをしっかりと意識して勉強をしてみてください。はい、というところでね、いろいろ話をしてきたんですけど、やっぱりなんだかんだで中高一貫っていうのは有利になるんですよ。ただ中高一貫に行っているから強いというよりも、中高一貫に行くことによって提供されている部分が強いっていうのがなんだか分かってもらえましたかね。なので別に普通の高校に通っていても全然対処法っていうのはあるんですよ。
だからこそ諦めずにですね、先手先手を打っていく。受験っていうのはやっぱりね、先手を打ったもんが勝つんですよ。追い込まれて直前あと1ヶ月でどうにかして対策をしようって、これ無理なのは何だかイメージつくでしょ。逆に早めに動いていた人っていうのはそれだけ有利になれるんですよ。だからですね、この動画を見てくださった皆さんっていうのはもうその時点で気づけたわけでしょ。早めに動いておいた方が有利だって。だからとにかく早めに動くっていうことを意識する。早ければ早いほど有利です。だからまあ皆さんね、しっかりと参考書とかでもしっかり自分で買ってきて、とにかく早めにどんなところっていうのが出るのかっていうのは一回把握してですね、全体像をつかんだ上でどういった対策を立てていくか。行き当たりばったりでやっていると、やはりね、それこそ先が見えなくて不安になってしまって、もう無理っていう風になってしまうので、しっかりと目先のことだけじゃなくて全体像っていうのを意識しながら勉強するっていうことを意識してやってみてください。そうすれば中高一貫の人っていうのが相手でも全く問題なく戦うことができるんでね。っていうところで、まあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。